エレクトリックワールド秋葉原。秋葉原は思い出の地って聞いたんですけども、うん、インストアでは必ず秋葉原に来てたりとかするんで、うんうん、たくさん思い出がありますね。おー、そうですね、店頭とかお店の、ね、うん、前でね、やらせてもらって、うん、彼女たちが下積み時代を経験した思い出の地秋葉原。2001年、当時大人気のアイドルグループスピードに憧れていた3人の女の子が広島のアクターズスクールで出会い、パフュームを結成。そして上京したのは14歳の頃。みんなね、チラシ配りしたんですよ。チラシ配り？はい、パフュームね、覚えてくださいって言って。パフュームのことを知らないお客さんの方がやっぱ多いし、それが普通だから、なんか嫌になっちゃうなとか思わなかったんですか？いや、でもそれが楽しかったので。そうですよね。やばい、今日200万円お客さんの数っていうのは今はすごいいっぱいじゃないですか。その当時っていうのはどうだったんですか？あ、でも秋葉原の人たちはなんかやってたら集まってくれるんですよ。え、誰とか分かんないからとりあえず撮っとけみたいな感じで常にカメラを、そう、みんなこういうカメラを持ってて、多分何も全然知らなかったと思うんですけど、うん、結構みんな集まってくれて、うん、300人とかね。300人？ね、すごいですよね。でも多分パフュームの方知ってる人多分20人ぐらいだと思う。苦労を知るアイドル、パフューム。当時よく通ったという激安グルメ。本当に来たら毎回食べてる。毎回食べて飽きないの？飽きないですよ。種類が。そう。いっぱいあるんですよ、種類が。並んでるよ。あったあった。あら、来た来た。やったー。やったー。超楽しい。売れないアイドルだった3人のお楽しみ。注文したその場で握ってくれる手作りのおにぎりが人気のお店、おむすびと。それでは全部で31種類もある具材からそれぞれお好みのものを選んで、なかなか見られないパフュームのグルメリポート。うわー、大きい。まずか、まずか、まずか。ちょっと食べ過ぎた。ちょっと大きすぎた。うん、チーズがとろけてて、でも明太子と一緒に混ざり合って、うん、明太子もほどよく辛くてちょうどいいです。わー、練習してた。考えてました。最高。しらすがまだ出てきません。正直。イクラもブチブチ言うし、鮭の甘い感じも出てるし、チーズのまろやかな感じと、もうマッチングですね。あーちゃん、しっかりカメラ目線。先輩を見習いました。いや、全然ダメだった。こんな話して。